はようございます。どうもたくあんボーイです。今日はモーニングルーティン見ていきましょう。早速出ました、たくあんサイレン。今日はまだ小さい方ですね。もっとうるさい時もあります。頭かいてますね、テンパなんで。朝の太陽の光を浴びて目を覚まします。雨の日はねちょっとブルーなテンションですけど、今日は晴れてましたね。よかったです。おっと、ギターを持ってきました。なんとこのギター、お母さんのお下がりです。まだまだいい音が鳴ります。朝は目つぶってギター弾くんですよね。何のコード弾いてるか分かってないと思います。でも体に染みるんですよね、このメロディーが。朝の太陽の光を浴びながらギターを弾く、素晴らしい。ギターの音色を聞くと目が覚める。いつもいろんなコードを弾いて目を覚まします。あ、これでだいぶ目が覚めましたね。さあ、続きましてシャワーを浴びます。たくあんの裸です。ガリガリですね。おっと、何かおかしいぞ。言わんこっちゃない。60度になってました。カラフルなパンツ履いてますね、はい、その後次にシャワーを浴びます。僕の使ってるシャンプーはこちらです。ボタニカルムース。そしてボタニカルムースのこちらコンディショナーです。この見た目はねめっちゃいいやつ使ってるように見えても、実はこの中身は安いシャンプーとコンディショナーでしたね。これだけは友達にもらったんですけど、まあ結局ね中身をすり替えてこの入れ物だけ使ってます。まあそんなもんでしょう。ギャランドゥー。はい、朝は早いうちに着替えちゃいます。パジャマだとねやっぱりどうしてもだらけちゃうので早めに着替えます。いいですね、乱れがないかチェックしてます。お腹をポンポン。これは来るか。チューブトップ、来ました、チューブトップ。まあこれ腹巻きなんですけど、僕はお腹が弱いんでね、最後に腹巻きをしっかりと装着したら着替えが完了ですね。はい、では髪を乾かします。髪を乾かしてますね。テンパなのでね、乾かした後もクルクルですね。なんか扉に糊がくっついてますね。あれはいつまであのままにしておくのでしょうか。ちなみに今もついてますね。今 Amazon プライムでスペックを見まくってます。犯人はお前だ。お前ら。続いてヒゲを剃ります。まあ意外とヒゲが濃いのでね、毎朝ヒゲを剃っております。そうなんです、私ヒゲが濃いんです。いいですね、シェービングをつけて。おっと出ました、真っ白白福助。そんなありましたっけ。もうこなれてますね。綺麗に剃れました。犬の真似してます。ちなみに僕の好きな犬はパグです。続きまして朝ごはんを作ります。朝はね
凍したご飯を昨日食べてます。これはなるべくそう、まあ、これ最初ちょっと温めてから平らにするとすぐに温まるので、まず軽く1分ぐらいかけますね。この1分が大事なんですよ。いきなり3分とかやるともうあれなんですよね、全然中まで温まってないんです。まず1分やって潰してもう1分やれば2分で済むんで、電気代も節約ということです。若手芸人は節約の日々を送っております。潰します。もう調味料もね、最低限しかないですね、基本、まあ、あと基本朝は、ね、テンション低いように見えますけどね。芸人さんは意外とね、やっぱプライベートはとても暗いですね。僕も結構物静かなところでね、静かに過ごしております。舞台では元気ですね。そんなもちろんこれはね、楽しませたい。はい、ご飯の完成です。最近はね、昔買ったこの弁当箱にはまってまして、遠足気分じゃないんですけど、弁当箱にご飯を敷き詰めてここにおかずを入れていってます。今日は梅干しが残ってるので梅干しを入れます。こちらですね、1品目、日の丸弁当ですね。梅干しも好きなんでね、まあ、これ1個で十分です。はい、朝はこんなもんでしょう。はい、それでは朝ごはんです。飲むのがジャスミン茶、ジャスミン茶ばっかりですね最近は。本当に体にいいし、すっきりしてて美味しいです。で、弁当ね、ちょっとね、朝喉が渇いてるので基本ね、なんか何かしらのスープを飲んでますが、たまたまいただいたわかめラーメンだったんで、今日これをいただきたいと思います。いただきます。ジャスミン茶うまい。ジャスミン茶と白米の組み合わせはめっちゃうまいですね。ご飯に合うお茶ランキングで言ったらジャスミン茶トップに入ります。でも意外と朝ご飯はちゃんと食べてますね。特に今自粛中なのでね、朝ゆっくりと起きてしっかりと食べて、まあいろいろやってます。基本この後は飯食ったら、まあ、朝のうちにいろいろ考え事するといいって言ったんで、まあ、朝のうちにいいネタ思い浮かばないけど考えてます。パスタと同じ巻き方してましたね。でもこのフォークめちゃくちゃ熱くなるんですよね、金属なんで。ビビビビビビ、うまい。はい、続いて歯磨きをします。僕の使ってる歯磨き粉はパトラー F ベーストという子供用の歯磨き粉ですね。子供用の歯磨き粉ですね。フルーツミント味、結構甘いですね。ということで本日はですね、モーニングルーティン見ていただきました、こんな感じで朝を過ごしております。皆さんの朝も振り返ってみてはどうでしょうか。面白いと思っていただけましたらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまたお待ちしております。シェイシェイついてに恋ダンス。